け、胸の下ぐらいが下がったんで、左側に。ほな、トホクロもっちゃがったみたいになったわ。よりの町は昔から結構にぎわってたというか、人も多く住んでいて、神山町一にぎわってる商店街だなというのは昔あったんですけど、年を経てだんだんこう人も減って、商売もこうなりゆかなくなったところもあるんですけど、平成10年から20年ぐらいの10年間ぐらいは本当にこう寂しかったところが、今は少しまた新しい動きが見え始めて、サテライトオフィスができたりとか、少しまた賑わいというか取り戻しているんじゃないかなと思っています。よりの家は住宅だけじゃなくて、町の中に店があって人が集まるような場所っていうのがあると、より地域に活力というか、住んでる方が楽しみで来られるような場所ができるんじゃないかなということで、店舗と併用する住宅を作ったというところです。すごい。昭和10年ぐらいに移築された、もうちょっとしたら倒壊するんじゃないかなぐらいの勢いやったと思います。シロアリにやられてスカスカやったんで、そこがどう変えるか、2階の壁と柱が下がってこのように体力をどう出すかとかいうのが、これは私ではあんまりわからなかったことなので、それは片岡さんとか設計士の方に聞いて、連携しむってやれてしっかりしたものできたけん、それは良かったかなと。とりあえずこの経験っていうのは今生かされとるなという、これ皿つにして皿立てた方が良かったんちゃうかっていうのは絶対に言われます。それも分かるんですけど、いやこれだけではないでしょう、家は他のやり方もあるんですよ、ちょっとあかんかったら捨てて新しいにするではいかんかなと思います。豆の焙煎してここで試飲してもらってコーヒーを選んでもらってっていうのがメインなんですけど、コーヒーがあることで生まれる風景までちょっと見てみたいなっていう。この神山なんだかんで言いながらやっぱり人口もね減りつつあるし、やっぱり新しい人が入ってきてくれてお店をねやってくれてるっていうのは、ほんま自分も同じ同世代としたら本当嬉しいし、もっと増えてほしいですね、いろんな業種の人が。生きがいになっていいかなって思って、それで言ってくださったのをきっかけに去年の7月からここへお菓子をね置かせていただいたんです。本当に感謝です。もう楽しく やかさせていただいています。面白いし、あとこれも意外と面白いんですよ、研究会。単なるこう自分の仕事を成長させたいっていうだけじゃなくて、その地域にとって、どういう人が集まって、例えばお遍路さんとかそういう方が休める場所として、まあ地域と仕事がこう成長していくような企画であったというところですね。できるだけちょっと神山のものを入れて作るっていうことを心がけて、明かりがね灯るっていうのは本当にどこの多分地域に行かれても、空き家が電気がつくだけですごく喜んでくださるっていうのがよくわかるので、大人が自分たちの暮らしは自分たちの手で
自分たちの声を出して作っていこうっていう気概というか、あの文化というか、そういう交流をこそ、子どもたちに見せていきたいし、のその残していきたいなっていうのが あるので、そのためにはやっぱり日頃からあの声を掛け合ったりとか、どうしてもその挨拶をするとか、その本当に小さい暮らし あの積み重ねがあって、それぞれ開かれるこの扉があるんじゃないかなっていう。なのでこの場所が少しでもね、そういうきっかけになれたら嬉しいなと。うん、